弱いのは努力が足りないだけですから。走り高跳び無敗の女王東堂遥はオリンピックを目指していた。あの時までは東堂さんの足はもう動くことはありません。他にも道があると思うのよ。ほっといて。じゃあお前はさ、車椅子になる前は誰の手助けも受けなかったの？はるか、やってみないか、パラカヌ。バカじゃないの。悔しくて無理。いいじゃねえか、はるか。角度を一度大きく下げてみるから。誰でもひっくり返る。でもまた這い上がって乗ればいい。そこが面白いんだよ。一人で生きていたならば、はるか姉ちゃん頑張れ。まだ未来があるっていうことをはるかに分かってほしいんです。一人じゃない。ただ自分を信じて。私も飛ぶから。水上のフライト。